はい、やってきました西山フィッシュチャンネルということで、今日はね、金子がね、こだわりにこだわり抜いたこの出汁の地図、金子の出汁パックですね。これをね、一パックいただいたんで、これを使ってね、僕の鮮魚セットと、一緒にね、コラボレーションで調理していきたいと思います。で、裏にレシピとか載ってるんでね、まあ、今日はね、あら汁とこの海鮮ご飯でやっていきたいと思います。こちらが本日の僕の鮮魚セットです。ババン、またステッカー新しく刷ったんで、今日はこちらです。でれれーん、今夏が旬のコチとワタリガニのオスです。ほらピカピカ。これショートでもね紹介しましたね。まああいにく入れ残っちゃったんで、まあこれをね使って、今日は金子の出汁の地図と一緒にねやっていきたいと思います。じゃあまずはコチですね。コチを今日は炊き込みご飯、コチ飯をやりたいと思いますんで、コチをねやっていきたいと思います。まあお刺身用なんですけど、まあ今日は全部炊き込みでいきたいと思います。まずは頭取ろうか。で皮も引いちゃうんで、まあ、今日は鱗ついたまんまいきます。ええー、コチやなこれ。で血合い傷つけて、もうコチはこう V 字に落とします。頭両方とも白子でしたね。コチオさんでした。コチオさんで、これで一回洗っていきます。はい、でコチの三枚おろし、普通の魚とね三枚おろしやり方違います。まずここ縦に骨に沿ってね、はい、これでまず1枚目、身がイケイケで、こう横にして大名おろしの要領で骨に沿っておろしていく。非常に簡単です。こっちはさばき方、これがこっちのね 1,2,3 枚おろしですね。そうしたらね、こっちの腹骨ってめちゃめちゃにグーンと入ってるんで、腹はね落としちゃいます。これなんでここからもう落としちゃいます。こういう風にこっちも骨だらけ、太い骨が鍵爪状に入ってます。こう身に食い込んで入ってるん でこっちはもうね骨は全くない状態ですね。ここにちょっとあるか、ここにちょっとあるな。これはね、身の中まで皮まで到達してるんでね、これがまた厄介な骨なんですよね。こっちはちょっと骨だから見にくいけどね、皮まで骨が到達してるんですよ。骨を全部拾う感じでこうですね。お刺身にする場合もね、この状態でやりましょう。はい、そしたらね皮を引きます。こっちの皮はね頭の方から引くとおろしやすいですよ。おいおいおい、スーッとこんな感じ。こっちのギンギラはねこういう色してます。こっちは頭の方から方々も一緒ですね。方々も頭の方から下ろした方が皮は綺麗に引けます。はい、これでねこっちの柵取りが終わりました。うまそうだ、プリプリだこれ。これはもちろんお刺身用なんですけど、今日はね炊き込みご飯にします。はい、じゃあね次はこの今が一番うまいオスのワタリガニ2杯で 600g ぐらいのね特大サイズです。これでこれをね今日はお味噌汁にするんで、じゃーっと表面だけねちょっとした汚れがついてますんで、キンキンに冷えた海水氷で締めることによって、あの足折れとかもなくなるんで、非常にね上手に締まります。生きたまま発送してもいいんだけど、途中でね足が折れたりちょっとねあんまり良くないらしいんでね、やっぱ締めて送った方が、カニはねいいみたいですね。いくらクールで送ってもやっぱ氷が少ないとすぐ溶けちゃうんでね、1箱2キロぐらい使ってるんじゃないかな、氷だけで。はい、で金子の大好きなこのこれケジャンにもいける鮮度です。もちろんだし地蔵味噌汁ということで、お味噌汁なんでこれ半分に割りましょうか。割れるかなこれで。いきます。
すーん、ちょっと包丁悪なるな、これ。こういう硬いやつを割るときはやっぱね、出刃に限りますよね。このね、重さとこの厚さ、これがね、カニとか魚の頭を割るのに完璧なんですよね。あ、それでも終わりね。こっちから割ろう。おっとっと、これすごい味噌たっぷり、身入りもポンポン。これ見えますかね、身も味噌もポンポンだ。もういっちゃいきます。これ肉厚の身と味噌がじゅわじゅわだ。そしたらね、早速お味噌汁作りに移行しよう。ではまずだし地図あげてみよう。ちゃんとね、チャックになってます。お、いい匂い。袋開けた瞬間いい匂いだわ。へえ。で、粗汁には水 400cc。 カニの量と水の量合ってないな。800いこうか。火をつけてドボン、ドボンしてカニもドボンします。800だから袋2個か、袋2個か。明らかに水やっぱ少ない。沸騰する前に入れちゃう。でも、このまま蓋をして置いておきます。大体15分ぐらいですかね。とカニさんがね、沸騰したんで、ちょっとねアクも取っときましょう。これで弱火でちょっとね、じっくりコトコト煮込んでいきます。はい、そしたら炊き込みご飯ですね。まず醤油小さじ1、お酒大さじ1で、このだしパックを破って入れます。ご飯2合です。ちなみにすごいな、だいぶ濃い味になりそう。ちょうどいいのかな、これ。そうやって書いてあるけど、はい、ここにお魚、こっちを入れていきます。これでご飯を炊きます。はい、で最後ね、お味噌を溶かしておしまいです。カニ汁ができました。これでカニだけ先抽出しようかな。よし、汁だけちょっと置いといて、ご飯炊けるの待ちましょう。炊き上がりました。オープン、プイン。おお、ええ感じやん。これいい感じよ。よっしゃ、いい感じだわよ。はい、完成しました。マゴチの炊き込みご飯とワタリガニのお味噌汁でございます。さあ食べていこう。いただきます。よっしゃ、じゃあ早速食べていきましょうか。ご飯から先いいですか。このだし地図ご飯ですね。金子のだしの地図と僕のお魚のコラボレーションご飯です。うまっ。うん、めっちゃなんか入れた時は濃いかなと思ったけど、ちょうどいいじゃない。めちゃめちゃうまいわ。うん、うめ、めちゃめちゃ食べやすい。なんかね、優しい味してるこのだし。じゃあね、カニちゃんをいただきましょうか。カニスプーンでほじくってね。これかま、うまっ。カニちゃんが美味しいんだよ。これちょっと硬い、硬いけど美味しいんだ。うん、この身を、カニの身を
オンザライスしてだしチーズカニ味噌カニ味噌マゴチご飯マゴチか。甘辛いスープも味噌スープも。あーうまい。おいしいよ。うまっ。本当においしい。本当においしい。カニとの相性も抜群でございます。自分でやりまーし。ほら、お酢はね、このハサミの中の身もね、めちゃめちゃうまいんだよね。うまっ。はい、ということで今回は金子のね、だしのチーズと僕のお魚屋さんの鮮魚セットのね、コラボレーションという回でございました。だしのチーズね、本当にめちゃめちゃ美味しいんで、ぜひみんなね、買って僕のお魚と一緒にね、食べてみてね。ということでご視聴ありがとうございました。次回高評価チャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ。